You're listening to Shibuya Cross FM。はい、というわけで本日も木曜午後2時となりました。太田 P の部屋の時間がやってまいりました。本日もここ渋谷クロス FM スタジオより1時間素敵なエンタメ情報を生放送でお届けしたいと思います。番組パーソナリティの太田 P こと太田勝樹です。そして今週のアシスタントはこの方です。中川アンナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、アンナちゃん、はい、ちょっとお久しぶりの、お久しぶりです、共演ですね、はい、アンナちゃんが帰ってきました。ただいま、でもやっぱりね、月1回のね、アンナちゃんのね登場だったので、ちょっとお休みがね、ちょっとお仕事だったり、ね、ちょっと体調だったりちょっと続いたので、申し訳ないです。2、3ヶ月ぐらい空いてます。はい、ね、そうですね。どうですか、久しぶりのお旅の部屋。ちょっと緊張してるんですけど、でもさすがになんか3年くらい通っただけあって、なんか、はい、あ、そんなにいつも通りまたいつものとこ来たなって感じですね。ね、でということで、もうでも季節は真夏を過ぎて、はい、過ぎてちょっと涼しくなってきましたね。若干残暑のような感じになってますけど、まあ、でもまだまだちょっと日中は暑いですね。ちょうどいいですね、うん、でも暑すぎなくて、ね、ということで、まあ、一応世間はお盆も過ぎ、8月ももう下旬ということになりますけども、はい、うん、アンナちゃんはどうですか、この夏どこかお出かけなりしましたか。今年は見たとこね、そんなに焼けてはないけど。そうですね、毎年あんまり日に焼けることはないんですけど。そうだね、アンナちゃんあんまね、その色白を保ってるよね。そうですね、うん、今年はうん、なんかわかんないですけど、なんかバーベキューに4回ぐらい参加する機会があって、はい、どんだけバーベキュー好きなの。いや、そういうわけじゃないんですけど、なんか最近って結構本当普通のターミナル駅の上とか、はい、なんかそうみたいですね、今なんかその駅の高架下みたいなとこをうまく利用して、そういうバーベキュー施設があったりとか、あとなんか例えば建物の屋上を使ってね、あのグランピング的なちょっとおしゃれバーベキューみたいなのができたりとか、そういう施設増えてますもんね、はい、最近もその本当この、うん、近くの渋谷の雑居ビルの上で、うん、の屋上で渋谷で、はい、バーベキューしたんですけど、よかったですよ、いいですね、飲み放題で、うん、ご飯もいっぱいついて、多分全部合わせて5000円ぐらいでした。そんなんでいっぱい飲む人はいっぱい、はい、全部合わせて、あ、いいですね。それ一応何、こうお肉とか野菜とか、あ、もちろん全部ついて、エビとかお魚とかもついて、いいですね。でちょっとこう、うん、一応隣で焼いて、うん、食べるだけなんで、それが渋谷でできちゃう、楽ちんです。わ、だからもうバーベキュー、うん、昔みたいにもう二子玉川でしたっけに行かなくちゃいけないみたいな、すごい混んじゃうんですよね、あの二子玉のね、はい、バーベキュー河川敷が結構駅から遠いし暑いし、なんかもう駐車場もいっぱいになっちゃったり、そうすっごい大変なんですよね。別にわざわざあそこにね、あの行かなくてもっていうのありますよね、うん、はい、もう本当に自然の山奥の川に入れるところだったらいいですけどね。まあね、それも行きたいですけどね。そうじゃないですもんね。まあそれだったらこうビルの屋上とか、そういうところ、やっぱり今最近そういうね、あのアウトドアをさまざまな楽しみ方が、ね、いいですよね、用途ができていて増えてるっていう感じですよね。ちょっと意外でしたね、アンナちゃんが4回バーベキュー。そうですね、初めて言いました。僕も今その回数聞いてね、奇遇だなと思ったんですけど、はい、僕も実はこの夏4回花火大会にすごいじゃないですか。いや、花火大会の方がすごいですよ。これも4回も行くと、そんな大飛びどんだけ花火好きなんだよと思われるんだけど、本当ですね、本当ちょっと偶然で、まあ、というかやっぱコロナ禍でちょっと花火大会もやってなかった、ここ2年ぐらい、ね、休んでますね、中止だったり、ね、なかったところが多かったじゃないですか。で意外とね、7月のもう上旬ぐらいに、あの僕の地元の静岡浜松の方でかなり早い段階の花火大会があって、それはね、すごくもう浜名湖とか湖越しに上がる、すごい湖上に上がる綺麗な花火なんですよ。それがもう浜名湖沿いに立ってるビルの屋上で見れるっていう、こう絶景なところで見れたんで、もう久々にがっつり花火大会を屋上で、しかもこう飲みながらみんなと楽しめるっていうのをやって、いいで、それがね、なんか花火づいたのがもう3回、その後3回もいろんな場所で、で、この間都内で神宮花火がありましたもんね、うん、計4回行かせていただいて、いいですね、まあ、でもね、やっぱり花火夏はね、日本の夏風物詩だなって思いますね、うん、
であと本当に場所場所によって花火も本当にいろんな見え方とか音とか違うんだなって改めてね思いましたね。花火もうちょっと4回多すぎなんじゃないかって思う。いや贅沢ですよ、羨ましいですでバーベキューもどう4回行くとちょっと飽きなかったちょっと飽きましたもう誰か焼いてほしいなって感じです、ね、いやでもねやっぱそれぞれ今年もね、うん、夏まあ、まだまだちょっとコロナ禍が続いてる中ではありますけども、皆さんねいろんな夏の、ね、楽しみ方されたんじゃないでしょうか。まだでもあとちょっと1週間ぐらい学生さんたちもねまだ夏休み残ってるので最後にちょっとお出かけとかね。そうです ね、 ね、宿題したり、まあ、だんだんちょっとライブとかコンサートとかもだんだん復活してきてますし、ね、いろんな楽しみ方があるんじゃないでしょうかね、はい、ということで、本日太田 P の日は、ね、第4木曜日ということでソーシャルインパクトデーということで、はい、また今日もね素敵な文化人の方お越しいただいておりますんでね、なんと太田 P の部屋で長く続けてていろんなジャンルのゲストの方来ていただいてるんですけど、太田 P の部屋初の資料の方がゲストに来ていただいて、いろいろ資料というと弁護士さん、税理士さん、会計士さん、いろいろあるんですけど、結構ねなんかお堅そうなお仕事の方でちょっとそうなんですよ、だからとにかくまあ専門家の方なんで、専門家でありしかもその中でまたジャンルがね専門があるというね、特殊の方に来ていただいてるんで、ぜひ楽しみ後ほどお話を伺いたいと思います。ということでではインフォメーションよろしくお願いいたします。はい、はい、この番組では随時メッセージを募集していますので、はい、ご感想やメッセージなどをお送りください、はい、メッセージの送り先は info@shibuyacrossfm.jp です。太田 P の部屋は14時50分まで生放送、はい、ぜひ最後までお付き合いください、はい、この番組はドローン操縦士回転翼3級のディーパ、ドローン操縦士協会、丸の税理士事務所、サプリメントインウォーターの MCM の恵み株式会社、サイソンカズヤチャンネルの公演でお送りいたします、はい、それでは本日の1曲目をお聴きください。渡辺あゆみさんでレインボー、どうぞ。
送りした曲は渡辺あゆみさんでレインボーでした。午後2時からお送りしています、太田 P の部屋、渋谷シダックス1階のスタジオより14時50分まで生放送でお届けしています。はい、というわけでですね、本日の太田 P の部屋、先ほどもお伝えしましたように、太田 P の部屋初の始業の方に来ていただいております。早速ご紹介したいと思います。本日の太田 P の部屋ソーシャルインパクト、ゲストは相続専門の税理士さん桑田優子さんです。ようこそお越しいただきました、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。いらっしゃいませ、ようこそ。桑田優子と申します。お願いします。ちょっと税理士さんには見えないでしょう、うん、お綺麗ですね、こんなお綺麗な方がいるなんて、もうなんかちょっと仕様の先生っていうとなんかこうすごい硬いこうメガネかけた、そうですね、結構ちょっとお話しづらそうな、パシッとスーツの人が来ると思うじゃないですか。ねえ、普通にタレントさんみたいな方が来たでしょ。本当綺麗。私もあのしっかりご面談する際はパシッとスーツを着てるんですよ。今日はちょっとラジオ用にありがとうございます。ありがとうございます、ね、でも本当にね、太田 P の部屋始業の方が初めてなんですよ、うん、まあ、それはまだ弁護士さんも会計士さんも来ていただいてないので、うんうん、初の始業さんがゲストです。嬉しいです。専門家の方でね、それで今ねご紹介もさせていただきましたように、税理士さんというね本当に専門のお仕事の中で、うん、かつまあ税理士さんいろんなお仕事あるんですけど、うん、まあ、相続税を専門にされてるということなんですよね、うんうんうん、はい、そうなんです、はい、実はこう税理士の業界もいろいろな専門分野があって、うん、なんかよく病院に例えるんですけれども、うん、病院でもこう精神科、外科、内科、小児科ってあるように、はい、まあ、税理士の世界も MA やる方、ね、法人の決算とかをしっかり組む方、はい、組織再編とか会社をいろいろ組み合わせる方とかいろいろいるんですが、うん、私は相続とか事業承継を専門としております。これ分かりやすいですよね。分かりやすいです。それはそうですよ、怪我、ね、してるのに内科とか行かないですよね。だからそれはやっぱりちゃんとその適したところに行かないとっていうことですよね、うん、やっぱり税理士さんの中でもその強い専門分野があるということで、うん、得意な分野があるということですよね、はい、なるほど。やっぱりそれを得意分野をちゃんと全面的に押し出した方がやっぱり当然いいわけですよね。そうですね、はい、やはりあのこれからは税理士の世界もこう専門特化していくようになるんじゃないかなと思っていて、まあ、もちろんあの全体像を把握していることは必須なので、はい、まあ、全体像をしっかり把握した上で、はい、この分野だったら100点以上取れますっていう確固たるものがあると、やっぱりこうお客様に喜んでいただけるかなっていうのはあります。そうですよね、やっぱり頼むのと得意な人に頼みたいですよね、はい、特にお金のことなんて大事だから、もう1円も損したくないですよね。そうですよね。頼む側はやっぱりね、それがちゃんと分かってると、うん、まあ、頼みやすいというか、そうですね、あ、今これを、ね、相談したいからこの方に、相続の相談したいから相続税の強い方に税理士さんにお願いしたいということですよね。でその相続を専門にされたっていう、うん、なんかこの相続税専門でやりたいって思ったなんか理由というかきっかけがあるんですかね。はい、そうですね、はい、私はもともと自分の何か手に職をつけたいなっていう願望はあったり、うん、はい、あとまあ働いていきたいなっていうのはもともと考えていて、うん、でまあそんな中でこうすごく社会に貢献する仕事でできれば働きたいってずっと考えていたんですけれども、まあ、そんな頃学生の頃にですね祖父が他界しまして、うん、あとまあすごいもっと小さい頃曽祖父が他界した時にも、まあ、結構相続って大変らしいということが、うん、親に知ってて、まあ、でも思春期 の, その学生時代に仲良かった祖父が他界した時に、うん、結構相続って大変で、うん、当時あまりまだ相続の専門家がいなかったので、うん、これはおそらく、まあ、絶対にみんなの役に立つし、うん、まあ、必要とされる仕事だし、うん、こう自分のこう熱量をかけられるなというふうに思ったので、そこでこう税理士取ろうかなということで、まあ、23歳ぐらいから勉強を始めて、うんうんうん、やっぱりそれが、はい、今たりなんか早い段階でそれが気づくっていうのがすごいですよね。すごいですよね。今お話あったようにやっぱりあの僕もそうですけど、うん、小さい頃にやっぱり祖父が、うん、祖母とか亡くなったりして、うん、子供ながらにやっぱり人が亡くなるといろんなものが動くぞと、うん、まあ、何かいろいろやらなきゃいけないことが もちろんお葬式とかそういうのあるんですけど、うん、それ以外にもやっぱり自分の親とかがものすごくバタバタしてるぞとか、うん、ね、やらなきゃいけない手続きとかそういったことが多いっていうのは何となく子供ながらに気配で感じますもんね、うんうん、そうですね。でそれを具体的に感じ取ってらっしゃったっていうのがすごいですね。まあ、でもそれも本当にタイミングというか、自分がこう何しようかなって考えていた時に起こったので、あ、見つけたっていう感じでしたね。
でもその税理士さんってやっぱ専門なんで資格を取らないといけないです。税理士さんってやっぱなるもね、なかなか大変な。そうですね、なろうって言って誰でもなれる、ね、お仕事じゃないからすごいです、ね、やっぱそう勉強も大変じゃなかったですか、やっぱり勉強そうですね、大変でした。私全然もともとその優秀なタイプの人間ではないので、本当に最初実習室で30分座ってるのも辛くて、あれなんでみんなこんなにずっと座ってられるんだろうみたいな。でもなんかその、ね、そこからはあの人が立つまで立ち上がらないぞとか決めて、気合で。あの人よりはずっと集中してやるぞって。なんかそうですね。すごいですね、努力がね、大事ですね。そのいやいや、必死でした。税理士さん、じゃあそのこう勉強の会があって、税理士さんの資格を 取られたのはいつ頃になるんですか。私実は取ったのは30歳ぐらいの時ですね。じゃあもうその30歳に取られて、それまではじゃあちょっと違うお仕事とか事業もやられてたってこと、はい、そうですね、もともとは実は全然税理士の業界ではなくて、いろいろな仕事に興味あったので、まあ、学生時代から、さまざまイベントとか、カラオケとかアルバイトしつつ、あとはこうお化粧品とか、香水からも実は始まったんですけれども、そういったものをちょっと顔を自分で買って売るみたいな仕事も少ししていて、で、まあ、23ぐらいから勉強を始めて1年半専念して、そこで、まあ、税理士って5科目取ると税理士資格なんですけれども、で3科目取った状態で一旦就職をして、で4年半税理士法人に勤めた後、こう今のところでみんなで独立のところに参画したっていう形で。そうなんだ、3科目とか5科目ってあるんですね、それもちょっと分からなかったですそうですよね。じゃあこの1回1つ取ったら、その期間内にこう、取っていかなくてもいいってことなんですか。そうなんですよ、結構その他の会計士さんの試験とかって期限があるような科目もあるんですけど、税理士の資格は一切期限がないので、5科目コツコツ取り続ければ、コツコツ取れば働きながらも取れるってことですね。そうなんです。でもすごいですよね、コツコツ、すごいですね、すごいですね。やっぱその世界はね、コツコツちゃんと努力して取られるということですよね。で今実際にその相続専門の税理士さんということでやられていて、まあ、今日ねちょっといろいろ本とかも持ってきていただいてるんですけども、これちょっとじゃあ、今ゆうこさんお持ちいただいた本とかちょっとご紹介いただいてもいいですかね。今です、おそらくこれ、9月1日発行の、親と私の老後マネー完全ガイドという、モノクロさんという雑誌の特別バージョン、で、まあ、年金とか相続に関する雑誌が出ておりまして、まあ、ムック本ですかね、でその中で、まあ、親と私の相続ルールというテーマで、こう一般的に、まあ、相続税がかからないご家庭であっても、気をつけるべき、例えば不動産に関する税金だったり、保険に関する税金だったり、あと遺言についてとか、相続放棄についてとか、貸金庫どうしたらいいのかとか、いろいろ専門用語がね、出てきますから、これって結構実際僕経験してるかしてないかで結構あると思うんですけど、やっぱりそのそれぞれの家庭によってその実情というか違いますから、そのケースバイケースが本当にありますからね、そうですね、おっしゃる通り、もう一つとして同じ財産構成のご家庭、家族家系図のご家庭、あと関係値とか考えると、皆さん絶対に違うので。違いますよね、今ね、ゆうこ先生言われたように、相続税がかかる家庭とかからない家庭があって、で実際僕もちょっと驚いたんですけど、実際相続税を申告する家庭っていうのは、割と少ないんですよね、パーセンテージでいうと。そうですね、だいたい亡くなった方10人に1人ぐらいが相続税申告の義務がある方、で 10% ぐらい、ほぼ 10% ということなんですよね。それはやっぱりその、まあ、控除額とか基礎控除額とかそういうものがあって、ということだと思うんですけども、ただその申告の必要性がなくても、先ほど言ったように、後々のためであったり対策であったりとか、そういうものもいろいろ必要な、そういうものは皆さんに当てはまるものが多いということですね。そうですね、おっしゃる通りで、相続税という観点で言うと、まあ、10人に1人しか該当しませんが、相続はどのご家庭でも起こるお話になります。いわゆるこう相続争いっていうのは、5000万円以下の家庭で8割ぐらいの
争いが起きている。いくら、ね、5000万円以下、5000万円以下の方が逆に争いが多い。あ、そうですね、以下の方がってい いう表現がごめんなさい、合ってるかあれなんですけど、そうです、5000万円以下ぐらいが、はい、おっしゃる通りです。5000万以下でもいっぱい揉めるっていうことです、はいはいはい、もちろん多くても揉めるし、全然うち財産ないから揉めないっていうことはないと。ではなくて、はい、やっぱりそのいろいろありますね、うん、そういう対策を した、まあ、逆に言うとそういう揉めないようにこうした方がいいとか、うん、そういったアドバイスもあるってことですよね、うん、はい、先にでも本当こういう本があるといいですよね、うん、やっぱり亡くなる直前っていうとか、うん、亡くなってから決めると結構時間もかかるし揉めたりするじゃないですか、うん、難しいところでって考えると、やっぱなるべく早くね、こういう本の存在を知って家族内である程度話し合っておけるといいですよね、うん、はい、アンナちゃんはねちょっと意外でね、うん、意外でっていうとあれなんですけど、前オープニングコーナーでも、ね、はい、やってもらったんですけど、就活こんなに若いのに就活ノートとかをちゃんとつけてるんですよ。そうなんですか。これね本当立派なんですよ、ね、本当に大した財産もないんですけど、はい、なんか一円でも家族とかに残したくて、はい、就活をしてるんです。すごい。でこんなに若くからそういうことをやってる方ってやっぱりね、限られてるとか少ないじゃないですか。でましてやこう例えば年配の方に、はい、じゃあ そろそろ亡くなるために準備をとか、じゃあ相続のことを細かく話そうっていうのはなかなか難しいですよね。そうですね。だからその辺の準備がなかなか皆さんご家族とかっていうのはなかなか大変だったり、意外と具体的に進められなかったりっていうのがあると思うんですよね、はい、おっしゃる通りですね、はい、なのであとは、うん、先ほどあのアンナさんもおっしゃったように、はい、もうご相続が近いかもとか、うん、亡くなってからだとやれることが本当に少なくて、そうですよね、まだあのご相続起きていなくても認知症になってしまったりすると、うんうん、そうですよね、そう遺言かけないとか、うん、いわゆる契約行為ができなくなるので、うん、やっぱり元気なうちに対策をしておくと、ね、まあね、ご自身の財産を残したい方に残せる可能性が上がると、うん、いわゆる遺言書とかですね、はい、そういうものをちゃんと書いたり、うん、そういうものを、公正証書とかね、うん、そういったものを残しておくとか、そうですよ、大事ですよ。でもアンナちゃんはねしっかりねノートに留めてるんですよ、はい、この方素晴らしいです、ね、もし自分が亡くなったらとかね、はい、とそうそこの人に連絡してとか、はい、その人には連絡しないでとか逆にこの人はお葬式呼ばないでとかそういうの確かにそういうのあるといいですよね。あとその今 SNS のアカウントもいっぱいあるので、うん、じゃあこういうのはこうやって消してねとか、うん、いやそうです、うん、そうなんですよ。あの一生恥ずかしいあの SNS とかのアカウントが残るのかなと思うとちょっと恥ずかしいなと か。でもそんなこと死んだ時のことなんて誰も考えてないじゃないですか、うん、そうですよね。そうか、最近はそのちょっと昔と比べてそういうデジタルのものが多いじゃないですか、うん、SNS もそうだったり、はい、あと、まあ、電子決済とかもあったりするので、うん、ちょっとこういった相続とか税務上のところでもだんだんこの最近近年の動きっていうのもやっぱりある、ね、はい、あそうですね、はい、おっしゃる通り近年だと、うん、まあ、そう電子決済関連のお話だったり、うん、あとは仮想通貨、うん、はいはいはい、うん、っていうところで、はい、まあ、今までにはない種類の財産が出てくる可能性が高くて、ね、まあ、税務署がどこまで追えるかっていう話もあったりはするんですけれども、はい、あと相続人の方がそもそもその仮想通貨の口座の存在を知らなかった場合、永久に葬り去られてしまう可能性があるんですよ ね、結構本人しか知らなくてご家族はそれを知らその存在すら知らない仮想通貨、はい、昔の株のとかもそうじゃないですか、うん、なんかそうですね、株券がどこかにしまってあって、どこにあるか分からない、何十年してから出てきたみたいなとかありますよね、うん、ですよね。その通り で今ってこう結構ネット化しているので、以前であれば紙で銀行から書類が届いたりするから、あどこどこ銀行にお父さん口座あるのねって分かったりするんですけど、もう今ってそういう紙も、ね、廃止されているので、通帳もなかったりすると本当に分からないですよね。じゃあそういったものもね、その優子先生の税理士さんもそうですし、うん、税務署さんもそうですけど、うん、その辺の情報のアップデートっていうのはどうなんですか、うん、なんか競争なんですかね。そうですね、はい、なので国の方は今こう、うん、マイナンバーでいろいろなこう口座一括管理統一した、うん、はい、したいんでしょうね、やっぱり。そうですよね、でもそれあれってこう、うん、まあ、国にバレちゃうっていう目線ももちろんあるんですけど、うん、相続人にとってもすごくメリットがあると思うので、私は結構おすすめ派というか、はい、そうですね、確かにそれはそうですよね、うん、だから相続人ご家族にとってはそれが あれどこにあったかとか所在が分からなくなるよりも、まあ、明確になった方がいいっていうことですね、はい、なるほど、いろいろは
ありますね。勉強なんか本当知っとかないと。相続というだけでも、まあ損とかもそうですけど、例えばなんか借金とかも、うんうん、自動的に数ヶ月とか経ったらなんか、はい、自分で何でしたっけ、あ、相続放棄、なんか相続放棄とかの期間とかも決まってるじゃないですか、うんうん、そうなんですよ。そういうのも知っとかないといつの間か自分が借金だらけになってるみたいなこともあるかもしれないから怖いですよね。そうなんですよ。アナさんおっしゃる通り、亡くなって、まあ、自分がその債務を負ってるんだって知って、3ヶ月が相続放棄の期限になるので、もちろんこう全く知らなかったって状況だったら、ここが知ったんですっていうことでまたあの3ヶ月延びたりといろいろあるんですけど、そう、基本は亡くなって3ヶ月って考えていただくのがベースなので。あったんですよ、知り合いのとかお友達で。これいろんなドラマがあると思うんですよ。だからそのね、やっぱり家族って、まあ、家族って共同体ですけど、うん、もちろん全部のことを情報が共有されてるかというと、うん、やっぱり大人同士だったりすると、ね、知ってること知らないこと出てくると思うので、うん、これはやっぱりね、亡くなった時にいろんな事実が分かったり、うん、知ってること知らないこと出てくるんですよね、うん、だからそのためにやっぱり税理士さんって本当大切な職業ですね。いや、もう本当よかった。いや、そこを出会えてよかった。税理士さんに頼まないとっていうこと絶対いっぱい出てくると思いますから。うん、でも誰に相談していいかわからないですもんね、最初は。でもそっか、やっぱ相続専門の税理士さんがいるって今日知れただけでも本当にすごい勉強になります。だから先ほど言ったようにね、相続税の申告は、まあ、約、ね、全体の 10% ぐらいの方々ですけども、当然相続っていうもの自体は皆さんに発生するので、はい、それをまあいかに、まあ例えば節約するかというか、うんうん、そういったやり方とかいろんな方法を多分先生がね、うん、知ってらっしゃる。そうですね、あるということでね、はい、で先生は今、SNS を駆使して、ね、いろんなこの、まあ、相続、今まではなかなかこう SNS の時代じゃないとこういうことを皆さんにこう周知させることもなかなかできなかったんですけども、うん、先生は今ですね、ちょっとね、画像の方もご覧いただきながら、ちょっと先生の方に、あ、これは、あ、これは、これはですね、弊社の先生の事務所さん、はい、あ、はい、こんなにスタッフさんがたくさんいらっしゃるんですね。そうなんです。これは弊社のメンバーでございまして、はい、実はまあほとんどが税理士、会計士なんですけども、税理士さんがたくさんいらっしゃる、はい、ちょっとこうかっこいいですね、これ。かっこいいですね。なんかドラマ、私もそうなんですよ。ドラマのヒーローかと思う。みんなこう検事なのかなと思って。違うんですね、はい、税理士さんもね、はい、ヒーロー風になったんです。ちょっと意識してましたよね、これ多分写真撮る場所しかももうゆうこ先生ど真ん中にキムタクの位置ですよ。本当恥ずかしいんですけど、はい、じゃあこれ皆さん税理士さんで、はい、やっぱりそれぞれ専門のはい、分野が、あ、実は弊社のほとんどが相続専門、あ、全員相続専門です。相続エキスパートが勢ぞろいしてるってことで、まあ、じゃあもう本当に相続を頼みたい方はもう、うん、桑田先生のところに行ったら、はい、しっかり対応させていただきます。ほぼほぼ皆さんが相続エキスパートで、うん、まあ、でもそれだけ生活に密着してるというか、うんうん、皆さんがまあ、当然経験することですからね、はい、人の生き死にというのは必ず関わってくることなので、うんうんうん、そうなんですね。じゃあもう一枚お写真がありますので、はいはい、ご覧いただきましょう、はい、お、これは、あ、はい、こちらがですね、はい、SNS を使って、はい、TikTok の画像に、はい、あ、TikTok ですね、なっておりまして、私今 TikTok、インスタ、ツイッター、うん、YouTube はちょっとこれからっていう感じなんですけれども、はい、じゃ あ, あらゆる SNS を駆使して、はい、はい、これは TikTok ということですね。はい、まあ、30秒からこう1分ぐらいでサクッとこう聞いていただけるようにできるだけこうテンポよくお話しすることを。30秒1分で相続税のことを話すってすごいですよね。わかります。そのじゃあこういわゆるこうトピックというか一つ分けて、うん、今日はこれをっていう感じなんですね。そうですね、はい、すやっぱりお話ししきれないんですけど、はい、まあ、こうちょっとでもこうきっかけというか掴んでいただけたらいいなと思って。例えばどういうことを話してますか、そうですね、この中で言うと結構30秒ぐらいとか言ってると、はい、例えばこう親が亡くなって凍結された口座をどうやって、はいはい、その預金の回答す回答というか、引き出すのか、はい、引き出すのかとか、これはもちろん全部合法で、はい、例えば遺産分割協議といって、はい、相続人でお話し合いをするとか遺言を書くとか、まあ、いろいろな方法があるんですけど、
こう皆さん凍結されると慌ててしまう方も多くて、あどうしようみたいな、お金引き出せないってなった時にちょっと安心していただけたらいいなと思って。なるほど、はい、あとは税務調査の内容だったり、はい、その凍結したものを割とスムーズに引き出す方法っていうのはあるんですか？あ、そうですね、あの凍結、やっぱりそれも遺言があったりするとすごく便利なんですけれども、やっぱり遺言書大事ですね、大事ですね。やっぱり亡くなった方がやっぱりね、家族にどういうふうに残すかっていうのが大事ですよね。遺言書だったり、あと先ほど言った、亡くなられた遺族の方の遺産分割協議書っていうものですよね。そういうものが揃ってると銀行さんも対応しやすいっていうことですよね、はい、でただ遺言も実はこう作ることで逆にトラブルになるケースもあるので、はい、例えば非常にこう偏った分け方になっているとか、税制が特例が使えない分け方になっている。例えばお兄ちゃんが取得すれば土地の減額特例が使えるけど、弟さん所得になってるとかだと、あ、この違う方法で分けたいみたいなご相続に守れて、難しい、これはいろんなケースがある。うわ、そうか、そういうパターンがある。やっぱり土地にしても税理士さんに相談して何がいいかっていうのを聞いてからじゃないとですよね。はい、そうなんです。あとはまあ揉めそうな、あ、ごめんなさい、揉めそうな方の場合はこう弁護士さんとか、はい、あのやっぱりこう税理士ができる分野とこう税理士ができない分野ってあるので、各事業の専門分野をこう集結させて作ったりします。弁護士さんとか税理士さんとか司法書士さんとかね、関わってきますからね。だから事業の方大事なんですよ。大事ですね。ね、いろんな分野の方がねご活躍されて、でも本当にこうやって今 SNS をね、この今のこのご時世ならではの TikTok を使って相続税のことをこうポイントをアドバイスされてるっていうのがね、本当にすごい今時で、 TikTok 登録させていただいたけどすごくわかりやすかったです。ありがとうございます。フォロワー数が今すごいんですもんね。今まだ一応1万5000人ぐらいで、おお、すごい、やっぱり TikTok って若い人ばっかりかと思ってたけど、それでも一応、いや、ね、だから、うん、多分あんなに登録者数多いってことは、若い世代の方も、うん、当然その親御さんだったりおじいちゃんだったりが亡くなって、うん、その相続の当事者になる可能性も十分あるわけですからね、うんうん、やっぱりなんか気になることってすごいたくさんあるんですけど、うん、やっぱ自分でインターネットで調べたりするとやっぱこう難しい言葉遣いでたくさん出てきたりとかして、うん、まあいいや、また今度暇の時に調べようって思って結構終わっちゃうことが多かったんですけど、はい、ね、ということで、じゃあいろいろね、あの前半戦もたくさん、専門的な分野を伺いましたけども、後半もいろいろ伺っていきたいと思います、はい、ではその前に1曲聴いていただきたいと思います。はい、はい、それでは本日の2曲目をお聴きください。はい、シュクルシュクレさんできらめくもの、どうぞ。悲しいほど晴れた青い青い季節に心ごまかして大人ぶる君は夢見ていた日々をなぜ遠ざけていた。きた
お送りした曲はシュクルシュクレさんできらめくものでした。午後2時からお送りしています。太田 P の部屋、渋谷シダックス1階のスタジオより14時50分まで生放送でお届けしています。はい、というわけで本日の太田 P の部屋ソーシャルインパクト、ゲストは相続専門の税理士桑田裕子さんをお迎えしてお送りしております。引き続きお話を伺っていきたいと思います、はい、ということで後半戦からですね、ソーシャルインパクトご意見番の吉野次郎さんにもご参加いただきます。次郎さん、はい、お久しぶりです。ご無沙汰です。次郎さんね、出演は本当にご無沙汰で、そう、3、4ヶ月ぶりですかね。いつもね、でも番組は見守っていただいて、いや、はい、見守ってますんで、トークとかあの海外にももう行かれ海外も行きつつですね、あの9月7日から、ね、はい、海外行った時の陰性証明がなくなるっていうので、あ、そうです。それは非常により行きやすくなるなってかなと思います、ね、もう常に次郎さんも飛び回ってますからね、はい、次郎さんいかがですか、前半戦も。いやいや、もう聞いてて、僕相続専門の、やっぱりです、僕ぐらいの年代になると、はい、親とかおじとかおばとか、はい、いろんな人たちがこの問題に、まあ、直面しますので、はい、自分自身もかなり、はい、今非常に身近な問題として、はい、これになってるので、ぜひね、はい、桑田さんみたいな人が本当必要なんですよね。いや本当にそうなんですよ。誰に聞いていいかわからないし、はい、意外とこういろんなものが、だから税理士さんとか社労士さんとか、はい、あるいは今だとそういう家族信託みたいなことを専門でやってくださる、はい、でもそしたらそこに弁護士さんとかも出てくるし、うん、もうじゃ誰に何聞いたらいいのって分からないんで、うん、それを、まあ、ある程度の部分をですね、あのワンストップで教えてもらえるとすごく安心感もあるし、でそういう人でどんどん学んでいくので、情報も、ね、うん、積み上がってくるのでいいのかなと思いますけど ね。だから正直あのこの、ね、ゆうこ先生のようにこう、例えば先ほどの TikTok とか SNS で、うんうん、まあ、こういったものをもうすでに発信しておいていただけると、なんか本当皆さんが気軽に知識として、うん、得られますし、それこそ何か必要とある時も検索してこう引っかかって皆さんがね、うん、知っていただけるってことは知識の底上げにもなるんじゃないかなと思う、うん、もうまさに優子先生が若い時にその社会貢献したいっていうことをまさに今実現されてるんだなっていう気がしますけどね。素晴らしい。なんか次郎さんありますか。いや質問、先生に質問、やっぱり僕たちも、はい、あの自分自身もやっぱり、うん、ある程度ギリギリになって困ってから皆さんに相談行くんですよ、うんうん、そう、どうしてもそうなっちゃいますよね。そうすると実際やろうと思うと、はい、まあ、例えば印鑑なくしたみたいなのを、ね、うん、もう一回印鑑を作り直すとこから、うん、やはり本人が行かないといけないとかいろんな問題で出てきますし、うん、そもそも全体像もわからない、まあ、年金のこととも含めてですね、はい、そういった時に どれぐらいの状態で皆さんそういう、まあ桑田さんとか裕子先生に相談に来る感じなんですか、うん、もう初めから元気なうちから相談来る人たちも多いんですか。それ、うん、そうですね、うん、正直言うと、うん、まだ元気なうちからお越しになる方はまだ少ないんですが、うん、ただ最近増えているという感覚がありまして、うん、やっぱりこう相続についての問題を、まあ、各経済誌だったり、うん、まあ、テレビでも取り上げられることが増えたように思うんですね、うん、なのであれうちも対策しなければいけないっていうふうにこうアンテナに引っかかるような方が増えて、最近はあのだいぶ元気なうちからお越しになる方も多いです、うん、増えてきてるっていうことなんですね、はい、やっぱりでもそのこれはやっぱり SNS だったりネットだったり、うん、そういうちょっと問題意識がだんだん共有化されてきてる、そうですね、はい、そうだと思います。それこそ、うん、あの先ほど吉野さんおっしゃった家族信託とかも一時結構テレビでこう認知症対策とかで取り上げられた、まあ、今も取り上げられていると思うんですけれども、はい、結構便利な制度なので、そういう制度が皆様のところにこう知れ渡りつつあるのかなという気はします。なるほどね。裕子先生もいろん、ね、もうすでにいろんな、相談だったりいろんなケースをあの実際にお仕事で担当されてきたと思うんですけど、はい、まあまあ、本当にいろんな大変な事情それぞれのご家庭に、ね、事情があると思うんですけど、やっぱご自身がお仕事で経験されて、うん、ここは皆さんにあの今後相続とかされる際に気をつけておいていただきたいとか、うんうん、そういったちょっとアドバイスとかポイント、まあ、たくさんあると思うんですけど、はい、そうですね、ちょっと今日なんかその中でも一つ二つ教えていただけたらなと思うんですが、わかりました、はい、相続って、うん、相続税という税金の世界と、はい、あとは税金とは関係ない相続で起こりうるすべての、うん、まあ、あらゆる手続き、遺産を分けますとか、じゃあ相続した不動産使わないから売りますとか、あの
そういったこう、まあ、2種類あるかなと思いまして、まあ、相続税の観点でいうとやっぱり生前にお越しいただくことで相続税をこう圧縮できるものっていろいろあるんですね。ただ、まあ、相続税以外の部分が私はすごく重要だと思っていて、はい、やっぱりこう残されたご遺族がその後もこう仲良く暮らしていけるっていうのがすごく大切だと思うので、やっぱり、まあ、財産を持っている方がまずどう残したいか、うん、あとは、まあ、できればこう生前からこの誰にこう残そうとかご家族で話し合われたりして、こう皆さん納得して相続起きるっていうのが一番いいかなと思います。なので本当に円満の弊社円満相続税理士法人っていう社名なんですけれども、やっぱり円満であると円満というかねそうですね、はいはいはい、円満にやっぱ相続できるっていうのが一番大切なことだと思うので、まあ、もちろん税金も大切なんですけれども、まあ、ご家族で、まあ、みんなきちっと財産の話をする、そういう機会をこう設けていただくっていうのが重要かなと思います。相続対策を元気なうちにしてもらって、うん、なおかつその内容もそのご家族に話しておいて納得しておいてもらった方がいいということですか。あ、そうですね、うん、あ、まあ、そうですね、そちらについて、まあ、正直ケースバイケースにはなるかなと思うんですね。でなので、そうですね、まあ、全員が全員と、ね、そうですね、そうなんですよね、うん、それぞれの家庭によっていろんな、ね、事情があるの で、ね、全部が全部当てはまるとは限らないんですけども、うんうんうん、なるべく皆さんその事前に早めに決めといたよってことだけは伝えた方がいいんですか。あ、いいと思います。やっぱりなんかでも本当にこれもご家族ごとだと思うんですけど、遺言があるっていう存在だったり、こういう方向でやろうと思ってるよってことが話し合えるようなこう関係値だとよりスムーズなのかなと思います。思いますよね。でもやっぱりお金のことってなんか、うん、あのまあ、親子でもちょっと、うん、揉めますよね。親子は兄弟でもね、そもそも親に、ね、いくらあの、ね、お金がありますかって、うん、なかなか元気な時に聞きづらいとかはありますよね。そうなんですよ、親しいからこそちょっと聞きづらかったりね、うん、っていうのもありますからね、まあ、本当にちょっとデリケートセンシティブな内容を挟んでるんですけど、うん、でもね、だからこそ揉めないうちに早めにね話し合ったりいろいろ決めておくっていうのはすごく大事かなと思います、ね、はい、大事だと思います。すごい、でもそういったものなんか本当になんかあの若い時にね、優子先生がそのおじい様の時に、あ、これだと自分で転職だと思われて、ね、うん、そこの道に目指されたっていうのは今まさにそういったものを、ね、皆さんのために役立ってるっていう、いや、まあ、少しでも力になれていたら嬉しいなと思います。素晴らしいです。本当にね、いろんなケースがあると思う。あとはね、こちらにもちょっとねご本をね、お借りしてるんですけど、お金の神様に聞く高橋さんちの100の悩みということで、こちらでも相続の神ということで、うん、お恥ずかしい、これで横先生が出てますんで、これはいろんな分野の方が、そうなんです、ね、FP さんなどと、はい、あのがそれぞれこう人生の中で、じゃあ20代で家を買いますとか、はい、じゃあ結婚します、子供が生まれますとか、はい、それぞれのタイミングでですね、お金に関するお悩みってあるかと思うんですが、はい、その中で私は相続に関するところを対話形式で書いておりまして、うんうん、まあ、できるだけこう専門用語使わずに、うん、はい、分かりやすく書いたつもりなので、よろしければ読んでいただけると。すごい、これ絶対一家に一冊あった方がいいですよ。そうですね、はいはい、相続以外にも老後資産の神とか、うんうん、お金の増やし方とか、家計投資の神とか、そうそうそう、年金介護の神とか、うん、これ全員これは買いたいし、もみんなにあげたい、皆さん後々お世話になるであろうことが書いてありますから、はい、それぞれの神がいて、私もすごい勉強させていただきました、他の方のところで、ね、自分のご自分の専門以外でものありますからね、はい、ということで、桑田優子先生はこれ SNS 以外にもこういったね本も執筆されているということで、お金の神様に聞く高橋さんの100の悩みということで、こちらもぜひチェックしていただきたいと思います。ということで、今日はね、専門的な話をいろいろ伺ってたら、もう本当にあっという間にエンディングの時間となってしまいまして、ゆこ先生、あと何か告知は、はい、告知、あのプロモーションしたいことがあれば。あ、そうですね、はい、うん、まあ、各種 SNS やってくるのと、はい、あと弊社で円満相続チャンネルという YouTube もやっておりますので、はい、ぜひそちらであの相続に関する情報をゲットいただけると嬉しいです。そうですか、はい、本当にね、今 SNS だけど、これは結構どのぐらいの頻度で先ほどのやつアップしてますか、うん、そうですね、 TikTok 一時期ハマっていて、はい、1日数本上げていた時期もあるんですが、そうですね、ちょっと最近はこう
本業の仕事の方がありがたく、まあまあ、多忙さによりますよね、はい、ちょっと最近あまりアップできてないので、はい、割と波はあるんですが、うん、まあ、ツイッターは結構まめに上げているのと、まあ、インスタグラムとか、じゃあツイッター、はい、インスタ、TikTok、はい、それぞれぜひ、そうですね、あと弊社のホームページでもいろいろなこう相続に関するブログ、税金だけではなくて手続き系もいっぱい書いてますので、はい、見ていただけると、円満相続、はい、税理士法人、税理士法人、はい、そちらぜひ検索していただけると思います、はい、ということであっという間にエンディングの時間となってしまいまして、で太田 P の部屋は毎回ゲストさんにエンディングで同じ質問をさせていただいておりますので、桑田優子先生にもお聞きしたいと思います、はい、優子さんの夢、ドリームぜひお聞きしたいと思います、はい、大きな夢でもいいですし、うん、こう身近な目標的なことでも結構なんで、はい、お聞かせいただきたい、夢実は欲張りで3つございまして、3つ、はい、すごい、はい、1つ目はやっぱり本業として税理士としてこの仕事の能力、あの実力をもっと上げていきたい、それがまあベースにあります、はい、でしっかり実務能力を上げる、うん、で次がもっと研修活動とか、はい、こうプロ向けとか相続を仕事として扱う方向けの勉強会で、その方の後ろにいる方のお役に立てたら一気にいろんな方に、なるほど、相続のことを広められるかなっていう、相続のプロフェッショナル方をまた育てる、はい、で3つ目はそういう、講演以外の発信活動ですね、はい、で、まあ、あと勉強って私結構勉強が好きなので、こう勉強することって結構楽しいし、誰にもこう奪われない、あ知識は奪われないですからね、はい、自分の財産になるので、かもしれないけど知識は奪われないですからね、はい、いくらインフレになっても大丈夫なのでそういう楽しさとかも伝えていけたらいいなっていう3つが今の夢です。やっぱあの自習室でやっぱ頑張ってよかったですね、です最初は30分耐えてたのが、はい、今も本当にお勉強がすごく、ね、楽しい、楽しいですね、ですね、まあ、そうなりたいですね、なりたいですね、まだまだ勉強の知識をね、もう二郎さんもねいっぱい知識持ってますけども、いえいえ、もうこの、まあ、こういう専門家の方、相続のところは、はい、僕も今学んでますけど、はい、もうやってもやっても、はい、初めてのことばっかりが多いので、本当にそうなんです、そんなにずっと毎回使うものでもないと思うので、はい、どなたかこういうねプロが近くにいるとすごく安心だなっていう、それぞれの修行の方、プロフェッショナルの方が必要なんだなってこういう時に思いますよね、いざ自分が当事者になると本当に思いますよね。でもね、優子先生いろんなねことステップアップ今までされてきてるんで、この3つの夢もねぜひ多分もう着実に叶えられると思いますんでね、ぜひまたそういったこの専門の話まだまだたくさんあると思うので、ぜひまた、はい、太田 P の部屋にも遊びに来ていただきたいと思います、はい、ということで本日の太田 P の部屋ソーシャルインパクト、ゲストは相続専門の税理士桑田優子さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでインフォメーションよろしくお願いいたします。はい、この番組はドローン操縦士回転翼3級のディーパードローン操縦士、協会、マルの税理士事務所、はい、サプリメントインウォーターの MCM の恵み株式会社、サイソン和也チャンネルの講演でお送りいたしました。はい、ということで太田 P の部屋また来週、最後は目のカメラに向かってバイバイ、はい、また来週。